は9月の今日はカレンダー目の前あるからな9月16日の月曜日でございます、はい、月曜日の朝7時5分はいはい今日は5分 <laughs> 遅刻と <laughs> わっうが最近寝坊してますよね <laughs> 寝坊じゃないですけど遅刻してます特に何もいなくてもいいなとはい9月16日月曜日でございますとはいそうですねレコーディングあれ違うかな俺俺あそこあの 何ですかこれ大阪府,大阪府あ,あそこ岸和田市っていうとこで俺子供の時な小学生の時とか小、はいはい、学生の時とか、はい、岸和田市っていうとこで、はい、大きくなったんや、はい、大きくなったという大きくなったと例えてなんてあれ、ま、お祭り違うかな多分多分多分こ<の>はいこの 毎年14、15日とかな、そこら辺でやるのよ、岸和田の。はいはい。だんじり祭りって知ってるかみんな見てる人知ってると思うけど。ああ、あるんですだんじり祭り。だんじり祭りのがあるんです。そうそうそう。岸和田だな。もういい環境だ年いってるか知ってるか。はい。それ、まあ子供の時は雇ったわけやな。子供の時は。若者若者の時までやな。はい、あったんですね。でな、まあ、ご存知の方おると思うな。岸和田。多分多分 北吹きの音ついが今日、今日ょ日今日ぐらいでやってんちゃうかな。でな、まあ、まあ、ちょっと、予備知識というか、はい、言うと、あの、だんじりってあるでしょだんじり。はい、だんじりって言うんですよ。だんじります。あの、要は、おみこしじゃなくて、その、きのこまのついたやつ引っ張るもんやな、はい。はい。で、あれ、まあ、 ユダヤの失われた何,何種族みたいな話とかあったりするけど <laughs> あれに、男族っていうのがおった、男族,族、男族。男族、はい。族って言って、これ、まあ、けん強いわけや。要は、要はなんて言うかな、はい、あのまあ、うん、その、うん、出エイジプトとかな、はい、要は、あちゃこちゃ、そのユダヤの民が放浪してる時にね、放浪っていう、はい、まあ、次の土地へ移っていく時に、 こばはい、っとみんなで歩くでしょ遠征な、はいうん、遠征の時に一番あの男族っていうのはその喧嘩守り部隊ですわ守衛守衛はい、うん、一番後ろその、うん、民族大移動の時に一番後ろでこう護衛するというかなはいそれが男族っていうのが役目しとったわけよはい うん、で、その、まあ、一番後ろってことは、尻ってことでしょ尻、はい。尻ですわ。うん,うん。それで、だんじりってことになってるんですよ、あれ。なるほど。こういうのもつながってるんですよ。へだから、えー、から全部がつな,な、ね、繋がってんのよ、結局は。まあ、そうね、すべてはつながってますね、確かに。うね、そうだから、あの祇園祭みたいなやつあるよ京都の。はい。あれなんか、紫園の祭りみたいな話になってるしな。 うんまあ、あとねぶた祭りみたいなやつもあれもそうなん、うんうん、だからね、うん、まあああいうおみこしとかああいう祭りごとお祭りですなみんなピーハラピーハラみたいな、うん、ああいうのって結局ねやっぱね、まあ、日本列島から流れていったのが、うん、大陸から来たのが別として、うんうん、やっぱりその何て言うかな そういう方策、うん、を祈るみたいな、神々への祈りみたいなうん、うん、感謝というかな、ああいうお祭りっていうのはね、意外とこう、あれちゃうかな、古代は日本,から出日本列島から出て行ってるのかもわからない、ね。<laughs> で、出戻りみたいな。<laughs> ああもうでも全部、だから結局戻ってるから、一つに戻ってますからね。そう、だから剣みたいなやつとか、勾玉、うん、みたいなやつとかな、ああいうのもそういうことですからな、あれ。 こ結局こ、日本に戻ってきてるから、どんなに技術が発展しようが、元は戻ってきてますからね。うん、まあ、戻ってるというか、つながってるうん、根元がね。うん、ねまあ、みんな一緒ね、うん、みたいな。うん、<laughs> そういう話なんですよ。結局、派生が変わるだけですもんね。だから、結局、派生が変わって、ニョコ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 いろんなものが出ていますけど、結局、根元の部分は里で、例えば、例えば、一つに繋がってるっていうのは 同じですよね。まあ、ね、ちょっとした予備知識でございますと。で、な、うん何やったっけ世界のニュースか。これ、今日は世界のニュースからですね、また。はい、なんかありますかいや、あります。マ、ま、っ、あ、ちゃんのところ世界のニュースなんかイギリスが盛り上がってんな、一生懸命頑張ってな。<laughs> ストームシャドウ、ストームシャドウ、ウクライナーから打ち込むぞ、みたいな。ロ <laughs> シアに打ち込むぞって。プーチンが、それやるなら俺らもやるぞ、みたいな。<laughs> あの、でもプーチンってなんかあるよな。なんか見てると。ええ 正統派ヤクみたいな感じ。正統 <laughs> 派ヤクザっていうか、なんちゅう。義理人情ヤクザ、映画で <laughs> あれの親分みたいな感じ。<laughs> で、イギリスのあの、なやったっけ、今首相、あいつ名前何やったっけな。よし。なん、なんやったっけな。なん、なんちゅうやつやったっけ、これ一番新しいやつ、こ、最近変わったやつ、あいつ。ナ<る>た、たまるか、たまるさんやったっけな、なんか、なんかそんな名前やったら。あ,いつうん、あれ見てると。うん 田丸、はいね、さん、違ったっけなんかそんな名前やろ、確か。前は名前やろ。あいつ見てると、金融マフィア <laughs> ス,ネオスネオっぽいヤクザみたいな感じ。<laughs> スネオっぽいヤクザが吠えてると。で、プーチンが<ー>、えー、ギリ人情ヤクザが、本当の極道が睨みきかせると。いう感じのなんか、映画。で、ディシス・スナックっていいのかなスナックはもうやめたんですよ。 あやめたんだ落とされたやろ、あいつ、この間も。あ<ー>であの、新しいあいつ、首相がな、バイデンと会見して、そのストームシャドウ、うん、長距離弾道やでしょ、な、うん、長距離ミサイルですよ、ストームシャドウってやつな、うん、あれを撃たせてくださいと。<laughs> ウクライナから撃たせてくださいと、ロシア本土に向けてと。な、じゃあ、バイデンが、いや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 、それはちょっと待ってみたいな、それはやっちゃだめよみたいな。<laughs> かプーチンがいやお前らそれやるんやったら NATO, NATO, NATO っていうか西側っていうか NATO との全面戦争やという解釈するぞと、うん、お前んとこにも打ち込むぞってやってるわけよプーチンが、うん、まあようやらんやるけどな、うん、まあだからアメリカが引いたってことでそら、うん、そこまではできませんとさすがにストームシャドウが勘弁してくれと <laughs> <laughs> いう話になってんねんけど、まあちょっとイギリスももう最後の最後のあがきですわな、ね、だからな。あ<ー>まあニクロシアというかな。うん、もうずっとやってきたからな、これな。イギリスとイギリスロシアのグレートゲームっていうか、うんか、まあ。この金融マフィア対政党派ヤクザの戦い、これずっとやってたからな、<laughs> 何百年も。ああ、これか。キア、キ,キアスタ、スターマーか。キアスターマー、スターマーか。スターマーさんか。うん そヒアサワー賞がこいつなんかスネ夫みたいな何か鼻がでっけえなって金融マフィアみたいなやつですそいつはいはい <laughs> それでまあゴールド強いなゴールド、うん、ゴールド強いぞゴール,ド,本当ゴールドルだてのゴールドはずっと高値更新やぞこれ9月って相場弱いんですよ はい、大体6月も弱いけど、6月、9月って相場弱いんですよね、ゴールドもシルバーも。はい、なのに、9月になってもまだ高値更新続ける、このゴールドみたいな。あ<ー>まあ円建ては、まあ、その言ってるように、ドル安っていうのがある,で、うん、あるんで、日本円に関しては。うん、だから、そんなに派手に動いてないように見えてるけど、ドル建、うん、てのゴールドなんて高値更新ずっと続けてるからな。うんね、まだ買い込んでるんですよ、な。 ここへ来てな、中国も。中国が5000トン超えてるからな、もうゴールド、中央銀行。5000トン。で、アナウンスが出たのはサウジサウジがまたゴールド買い込んでるとバレたと。<laughs> <laughs> バレたというか、なんていうんかな。<laughs> やっぱ、まあ、調べてるやつおんねんな、あれ。サウジの中央銀行、うん、どれだけゴールド買い込んでるか。あの、調べてんねんなと思うねんけど。<laughs> うん。なんでだかな,な何回で出とったな。 この2022年、要はウクライナ、ロシアが始ま、うん、ロシアが制裁くらい出した時ですよ。うん、あの辺からずっと買い込んでるからサウジは。ここ <laughs> は、だからペトロダラ、ペトロダラっていうのはまだ一直形は続いてるんですよね。まあ、ブリックス、うん、その人民元で、前言ったように、人民元で、その人民元とか、うん、そのいろん人民元、まあ特に人民元ですから。 で原油売ったりしてるんやけど、うん、まだ40%ぐらいはやっぱりドル,ドル,だてドルで売ってるからな原油をサウジなるほどねでそのドルをもら,もらうでしょ、うん、原油ってドルもらうわけでしょうん、うん、でそのドルを今まではドルアメリカ国債買わなあかんかったわけですよそういう協定ですからねその協定そのなくなったけど、うん、な、はい、要は原油を売ってドルをもらうと。 うんうん、そのドルはその彼、お前とかアメリカ国債買えよと買い支えるよというような協定になってたのにドル国債ちょっと減らしてゴールド実は買ってると <laughs> アメリカからするとおい、ちょっと待てよみたいな <laughs> <laughs> ええみたいなそういうことやってるんですよだからゴールドはまだしばらく強いぞ1年から1年半ぐらいは1年ぐらいかな。うん まあこの動画では俺はあんまり地味にしか言ってないけど、うん。まあゴールドもええけど、シルバーも皆さんどうぞみたいな。<laughs> シルバー飛ぶぞ、本当に。一時飛んでな、日本、あのー、円建てのシルバーなんて言ったら、グラム180円ぐらいまで飛んだけど、うん、今は145とか150ぐらいまで抑え込まれてるけどな。うん、これ、本当かなりペーパーで操作してるからな。ばれてるし、<ー>抑え込んでるからな。 はい、で実際問題、ゴールドより実物のシルバーの方が物不足ないんですよ、本当に。<ー>買えないんですよ、買おうと思っても。シルバー、<う>シルバー一気に上がってますね、まあ。ゴールド以上にシルバー上がってますけ、ね、どいやいや、まだ比率的にはあれですよ、85対1ぐらいの比率ですからな、ゴールドーシルバーこれ、過去の歴史でるうと、やっぱり60%ぐらいが普通なんですよ。ごめ、うんあごめん、六十、うん、60, 60ん、だから60対1。 わ、うん、かりやすい言うたら、ゴールド1に、えー、シルバー,、えー、シ,ルバーシルバー1に対してゴールドが60倍ぐらい。感じ今80倍とか85倍のレベルやから、まだ。まだまだトすよこれだから。と<あ>いうか、是正される、うん、多分ほんまのこの物不足というか、現物不足考えたら、シルバーってもっと高くないと300円、400円当たり前みたいな。の可能性もあるんだから。<も>おかしいんですよ。シルバーは今144円、うん そうそう。一時180円ぐらいまで飛んだけどな。うん、うん。まだ押さえてもられペーパーで押さえ込んでるだけですから。紙銀っていうやつですわ。紙の銀。うん。物、うん、はないんですよ。圧倒的にゴールドよりも。へ、えー、うー、ん。まあ、俺はシルバーの方がかっこいいから好きやけどな。こ <laughs> <laughs> の海のも金色のピカピカよりも銀色の方が好きやから集めてるんらうん。うん、はい。うん、はい。そんな話でございます。そんな話でございます。はあー。 日本の総理大臣誰なのかなあれなんでしょうねるほど面白いけどな石破さんってな昔から何回かし総裁選出てきてることごとくあのなんていうかなあのうん人気ないみたいな <laughs> <laughs> 自民党の中であんまり人気ないみたいな <laughs> 今回なあ今回ぐらい出てきたいえんなこういう時ぐらいな な、ね、るほどいいよな、ね、なんかオタクっぽくて。オタクっぽいやばいいんですか。オタクっぽいし、なんか真面目やよ、んあ<ー>うんと。真面目な人なんすよ、あの人。はいはい、ただ人気がないんですよ、人気があんな感じやから。暗、ね、いでしょ。はいうん、まあ、俺の場合は特にね、俺、島根県沖ノ島出身なんで、あるいはい、の人小鳥取県やから、ちょっと親近感あるっていうぐらいの話。鳥取やと思う、あの人。 うん確かっまあ今月ですな、自民党総裁選ですと。うんうん、ね新しい総理大臣が出てきて、11月ぐらいじゃうか解散総選挙やるとは、うん。海外はどうですかね。海外の大統領はもう確定任で,ですかね。どこのアメリカかあ、すんなりいかんよ、だから言ってるように。 うん、どっち、カマラ・ハリスになろうが、トランプになろうが、もうぐちゃぐちゃな、どっちにしてもぐちゃぐちゃですよ、もうアメリカは。割れる、分断。うんうん、だから、だからなんちゅう言ったらいんかな、もうその、あなんて言ったらいいかな、ハリスが曲がりなりにも勝ってしまうと、また不正選挙やってて盛り上がる。うんうん、で、トランプが勝ったら勝った、まあだから。 うんトランプになったらなったで、まだなんかこう、一文着ある、要はちゃぶ台ひっくり返すわけですからいろいろと。うんうん、まあだから、<laughs> ままあ、仮にハリスなんてことになってしまうと、ちょっとまた民主党の寿命が伸びるみたいな感じとか、寿命が伸びるというか、うんうん、もうちょっとあの悪さしてたらもうちょっと出そうかみたいな、民主党のなうのな、うんうん。だから、まあそのドル、要はこれ、やってることってなのは、 まあ、ロシアを巻き込んだ通貨戦争ですからな、結局はドルの戦争ですよ、軸になってるのはドルの話ですからな、これ。ドルを軸として戦ってるわけですからな、これやってることは、うん、何もかもが。だから、民主とハリスが勝ってしまうと、今のドルはもうちょっと続くん違うか。うん、で、トランプが勝つといきなりちゃぶ台でひっくり返される、うん、<laughs> このドルやめやと。うん そこの争いですからね、細かいことはいっぱい言ってるけど、うん、詰まるところはそれですからな。うん、だからこれ、ドル、要はブリックスの話もそうじゃないですか、ドル派遣との争いですからな、ドル派遣から出るっていうことですからね、やってることは。全部がドルになってるんですよ、うんうん。結局はドルの話ですわ。そこに宗教的な歴史的なものがくっついてるっていう話ですからね、うんうん。通貨派遣の戦いですからね、これ。 ね、今、女性の方が出てきてますよね。テイラー、あのセーラーさんじゃなくて。え女性の方が選挙に出てきますたね。あの今、割れてるみたいですね。何がハリスさんって人がてます。そうそうそう、カマラハリスってずっと言うてるやろ、その変な、あいつ、うん、みたいな女。<laughs> <laughs> そいつ悪いやつだからな、そいつも。<laughs> だいぶ悪いぞ、そいつ。<laughs> <laughs> だいぶ悪い人が出てきちゃった。ていうか、脳なし。<laughs> まあ、どうなろうがアメリカは当分の間混乱ですわ。うん、混乱ですかね、うんまあ。シビル王みたいななあの、うん、映画のシビル王みたいな世界にはならんかったらええけど、うん、<laughs> ちょっと割れてくるわな。やっぱどうしてもな、赤く、ね<ー>赤あんだけ混乱してるから。あそ,こあそこがね、どうなるか。はい。はい。えーっと、えー、っと、まあそんな話ですわ。 ースあーちょっと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 ちょとちょっとちょっとっとちょっとかょっとあとちょっとちょっとちょっちょっと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 かょっとやってる。ょったりとちょっとちょっとちょとちょっとちょっとちょっと不調っとちょ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 なとちょっといょっとちょってちょって遊んでるとちょっとちょっとちょっととちょっとちっと はい、でマリーナもちょっと今月末引っ越しするんでね、<laughs> 俺。え、なんでですなんで引っ越しするんちょっと、ででちょっと、まあちょ、もうちょっと、便利のいいというか、もうちょっとし、親切なマリーナに引っ越しようかなう。<laughs> マリー親切なマリーナ今ちょっと不親切やから、親切なところに引っ越しようかなと思って <laughs> あ。親切と不親切なんてマリーナにあるんですか、えー、あるんですよ。えー、だいぶ料金違うけどな。え、高いんだ。だいぶ高いな。本当どうしようかなと思ってな,いけどなこれ。<laughs> ダメじゃないですか <laughs>。 いや高いぞあれマリーナと本当あれだって保有するためにさ普通に考えてあれ50万ぐらいするでしょ何がマリーナに止めとく軽流って言ってな縛ってるでしょ桟橋に50万俺の42フィートなんですようんそれを4倍か3倍ぐらい この金額まあみんな勉強というかなその知見を広げるというかなそのために知っとった方がいいと思うけど意外と高いんですよ。150万ぐらいいってんじゃないですかじゃあもうちょっとすんな。200万いってるんだ。200万いか100<ー>うーん14050万 <laughs> すごいやろ。 安いかげんが250万を出資して出してるからね、毎,毎月250万ですよ、ね。違う,違う違う違う、年間年間。ああ<ー>。毎月じゃないよ。年間年間。ああ、よかった、安心でね。あれは車の月決めガレージみたいに毎月じゃないですよ。1年分払うんです。1年分。1年分で250万だったらまあ。いや、そんなしない。150万ぐらい、150万ぐらい。150万ぐらいだったらまあ、まあ、妥当な金額か。だから東京やったら六本木のなんか、うんうん なんか森ビルみたいなやつとか、高い土地の高いとかで駐車場だけど6万ぐらいするやろ5、56万、東京は。普通にするそれ考えたら大したことないよな。まあ、ね、ね、確かに全然ね。大きいからな。えーうん、うん。まあ、ただ、あれがね、まあ、これも予備知識なんですけど、税金がないんですよ。あ<ー>自動車税みたいなやつが。あああそれ,はいい、ね、あれがいいんですね。なか俺、船好きなそれ,それはいいね。なんかまた、ね、無駄に税金。<laughs> お金取それはいいんですよ。ないんですよ。ね<ー>うん。まあ、その検査っていうのはあるけどな。うん。何年に一回は。ただまあ、その自動車税みたいなやつはないわけよ。それはいやすごくいいっすね。うん。そう。あとまあ、その車で言ったら任意保険みたいなやつあるでしょ。うん。ボートもボートの保険あんねんけど、うん。これがまたバカ高いんあそれは利便性的に全然ありだな。うん、うん。それはありな。そう。住めるしな。 うん、寝れるしね、最悪そこで寝ればいいいや、最悪と俺、毎日そこに降りたいねんけどな、ほんまは。ほんまは毎日降りたいねんけど、うん、奥さんが許してくれへんのよ。家 <laughs> 帰ってこいって言われるわけよ。それはかい、あの奥さんはそういうのね。いやで、今日は、うん、でも奥さんおらんから、昨日ぐらいかどっか行ってるから、ワンちゃんと俺、今日、ワンちゃんと2人やからな、今日も。<laughs> まあ、あとからまたワンちゃんと一緒に行く、俺、ワンちゃんと遊んでるから、ずっと。 <laughs> 奥様は相変わらずいろんなところに出かけてますよね。引きこもってるわけよ、俺ワンちゃんと一緒に。<laughs> まっちゃんは引きこもりで、奥様はいろんなところに出かけるし、おもしろいよなー、そ<う>2人でいること聞いて、そんなないしねって感じです。いや、まあなんかそのイベントというか、なんか勉強みたいなのやってんやろけど、ちょっとまあ、はい、どこ行ったか知らんけど。 また <laughs> ちょっとワンちゃん見ててねみたいなま,また東京あたりにいるのかなそうやろなとこちょっと知らんけど3日三日三日ぐらいどっか行,くんじゃ行ってんじゃん3日も,そ<う>もう3連休そ <laughs> 俺ワンちゃんとワンちゃんと2人みたいな <laughs> <laughs> いやおもろいないかなと面白いっすよねいや俺ほんま船流中住みたいんですよいいじゃないですかうん放浪いいじゃないですか どうぞ、船の中に座ってくださいよ。ああ、毎日船で暮らしたいねんけど、ねえ、怒られるしな、家帰ってきなさいとかって。<laughs> まあまあでもいい家族じゃないですか。<laughs> えいい家族子供はもう両方とも家おらんから、もうああ寂しいワンちゃんと二人やからな、俺。<laughs> なんかワンちゃんとか寂しそうな顔してそうですけどね。こうやって <laughs> ワンちゃん、今どこ行ったかなワンちゃん、どっかに寝てるわ、多分。あ,あ寝てる。あ,あいいい,いんじゃないですか。寝て寝ねなきま <laughs> はいじゃあ今日も始めましょうはい始めましょうやっとまなかなはい物好きの皆さんモノズのコメントいただいてるようでありがとうございますコメント見ましたけどもノの親戚のおじさん同士が話すおじさんたちの会話でございますっていうコメントを見てはいいつも毎回同じ人が100人の皆さんはい今日もお願いしますモノズです物好きですモノズのおっちゃんですみたいな やた今日のテーマあの今日のテーマはですね,あのですね僕がですねあったのはです、ね、次,元をが次元が上がるとですねあのメッセージ、えー、メッセージのタイミングは必然でできているというですね最近ねいろいろとそのなんか次元を、ね、ですねあげるといいよねっていいよねっていう人が、ね、周りに多くの、ね、影響を受けてるんですけどあの宇宙哲学として宇宙の、まあ、真理として やっ,ぱりやっぱり宇宙に引っ張られるというか、まあ、宇宙に対しての、まあ、エネルギーが上がっていくとそこから要はタイミングと必然は必然に勝手に物事動くよねっていう話をです、ね、なんかやる気ないやろ今日全然 <laughs> いやありますよありますよいやえこれはまっちゃんお好みじゃないか見てる人,てる人お前、ね、宇宙とか言ってお前おっさんたばこ吸ってんのに宇宙のと <laughs> こもないやろみたいな話。 <laughs> いやーでもよく宇宙の話してますよね <laughs> まっちゃんね <laughs> ああで今日なんなんこれどういうこと何を何をんか,えなんか要は自分のねあのー、自分の方向性が定まればさその、あのあ、ー、メッセージとタイミングで勝手に降りてきて勝手に進むよねって話ですよつながりますよねっていう話、うん、人と人はつながりますって話で、うん、結局のところ あのー、よくあるあなんだろうな、まあ、これ超真面目な話を言うと自分の意思がちゃんと整ってない時って全然前に進まないんだけど意思が整ってるだけで全てが前に進んでいくっていう感じがあるなと思っていてその話を今日はしたいなと思ったんですよ。まあ、うん、あれですわ多分準備みたいな話でしょう。まあ、まあ、そう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 ね準備だね準備ができてないとそうなりません、うん、みたいな話だろ そうそうそう、結論を言うとそういう。はいはい、以上、<laughs> 終わりみたいな。<laughs> 抹消されちゃって、あんまり興味ないですよね、わっちゃん自身と意味がよう分からんねんけど。はい、うんあ。意味が分かんない。<よ>なるほど。えっと、要は、えー、っと、もっと論理的に言うのであれば、えー、っと、なんだろうな、意識も変わると、行動も変わる、言い方も変わる、 え態度も変わる、思考も変わる。なので、自然と全体が変わると。要は、普通、その意識が変わってないと、要は準備,まあ準備不足ってのもあるんですけど、やっぱり行動も変わんないのないですけど、言い方も変わるというか、言い方とか言い回し方も。どんなにまっちゃんが、要は言葉が汚いような言い方をしたとしても、信念がきちっとあるなら、それが良いように発動するんだけど、 信念がちゃんときちんとないと、それが悪い方に発動するみたいなね。こういうのはあると思っていて、要はものの言い方、例えば大阪の人って言葉が悪いじゃないですか。はっきり言って大阪弁というか、関西弁というか、あまり否定じゃないです。否、ね、定じゃないですけど、言葉が悪いときってあるじゃないですか。でも、ちゃんときちんとそこが信念を持っている人にとっては、それが変によく聞こえるし、でも、逆にそれが本当に悪いような状態で悪く聞こえてしまうっていうのがすごい不思議だなっていうのは思っていて、 だからそういう話、そういうのってあると思うんですけど、まっちゃんありません、なんか、そういう人間同士の話し合い、あの話してるとでも、口が悪い、おっちゃんだなって言って,て全然芯が通ってて、別に嫌われてないおっちゃん。でも一方で、口がめっちゃ悪くてき、めっちゃ嫌われてるおっちゃんみたいな、うん、そういうのってありません、なんか。まあ、大体、何でも言う人の方が素直でええと。 ただ、ただ、厚かましいおっさんはおるけどな、めっちゃ。ですよね。だから結局こ、おいつみたいなやつおるけど、おやじはそういうやつ。まあ、いますけどね、いつけ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 ,つけ。<laughs> いるじゃないですか。で、そこの部分が、その、その人のね、その、レベルにただ、例えばさっきの富裕層につながるんですけど、どん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 レベルが上がるにつれて、言い回し方も変わってくるし、えー、周りの人も変わってくるし、環境も変わってくるってのもあるから、 結局のところはやっぱりその自分の意識レベルによって変わってくるよねっていうふうにいね言ってる話は結局あれやろ性格いいか悪いかっていうだけの話しちゃおうか性格いいか悪いかの話ですから性格悪いやつと性格 <laughs> いいやつっておるやん <laughs> いやお,おりますなははい、はい性格がいいか悪いかあのそれだけの話しちゃおうか どうなんんですかそんなもんで終わ何もそりゃいくら何や言ってることが立派であって、うんね、そこそこ何,だ何,何やったっけ仕事みたいなやつもそこそこ技術的にできたんで、うんうん、性格悪いやつ言えろやっぱり。でもそういう意味だとしたらその性格って何で測るんですかね <laughs> なんか測るものもクソもないとは思うんですけど。 なんかみんな,みんな生活性格で人のことで終わらせてじゃないですか。性格、えー、<も>悪いやつっていうのはねじ曲がってるやつっておるやろなんか。ああそういうことうんだから<ー>なんか世の中を斜めに見てるやつみたいな。<laughs> なんて言ったんが <laughs> どう言ったへんがな、ね。嫉妬みたいなのがあるやつみたいなのかな。あ,まありとあらゆることちゃうか だから不安も持って、嫉妬も持って、恨みも持ってみたいな、うんうん、もうそういう渦の中におる人って結構おるぞ。ああ、いますか。つまりは、でも結局は、つまりはいつもの話と一緒で、自信のなさにつながんねんけどな、その人の。あ<ー>自信がない人がそういうふうに陥りがちなんですよ。何かに頼ってる状態ですからね、うん、やっぱ。つがりすぎちゃってる状態ね。か何か、それいろいろあると思うんですよ、いろんなものがな。うん、何かにこうすがってる。例えば、うん、例えば揉め事があったとすると、ショうや 人間同士の中でなすぐ弁護士に言うやつとかおるやろなんか知らんけどいきなりいきなり何もその電話しても議論もできないその人といきなり弁護士から内容証明送ってくるやつとかおるやろそういうやつおんのよほんと何やこいつみたいなやつ普通その前に弁護士に言う前にお互い議論を重ねましょうよって話になんねんけどそういうとおんのよ陰険っていうか陰質というかな うん、まあそれは相手さんにはもう話すこともないから、うん、もうそんな手っ取れば法律でどうじゃこうじゃってやんねんけど、それ弁護士儲けさせてるだけやろみたいな、<laughs> おんねん、ほんとそんなやつ。うん、多分会社経営してる社長さんなんか経験あると思うぞ、社員、いきなり辞めて、うんうん、いきなり辞めて弁護士から内容証明、ね、来るとかな、ね、<laughs> うん、いきなり老,老期から連絡来るとかな、ね、うん、そ性格悪いやつって言うんですよ、話にならないよ、そんな。 向こうさんから、うん、相手からしたらさ言,い言,い言い分あるやろうけど、うん、普通はやっぱりお互いでこうそのなん言,い分言い分を伝え合って、うん、まあこの辺で妥協しましょうとかなあ私が悪くございましたとか、うん、私もこういうとこ悪かったのでこの辺でどうですかみたいな、うん、普通それでええ話やねんけどなんか知らんけどいきなりおるやろ変なやつ。 ああ、うん、ただ、いきなりなんか電話しても電話がつながらない場合はありますけどね、相手に大事て、ね、要は,要は、えー、一方的にメッセンジャーだけ終わらそうとするやつもいるじゃないですか。あまあ、そういう人とは付き合いたくないしな、みんな。俺も,も関わり合いたくないしさ。酔ってくるとあんのよ、そういうやつが。降ってくるときはそういうことが。ああ、ありますね。うないけど、最近。ね、最近はいはい。それは自分のフィールド的に。 その寄ってくるというか、それは自分の,その受け入れられるキャパというか、ものをちゃんと決めてないっていうのもあるかもしれない、ね。まあ、ただそういうことをやってる人はずっとそんなことやり続けてるんで、いずれまあ、うん、しっぺ返し食らうんやけどな、やっぱり、うんうん。ただまあ、しっぺ返し食らうというよりは、自分自身の心の中がもう相当きついと思うと、そういう人は。ね、きつい,い。うかな、うん そういうい演出的なものでも渦巻いてるから、うん、まあ本人が一番辛いと思うぞ逆を言うとな独り、うん、ぼっちになっていくしった <laughs> だんだ最後は奥さんとか家族にも相手にされへんとか。 で死ぬ時一人みたい。うん。<laughs> う勝手にせえみたいな強み読おんねんけどーー。性格の問題か、そっか。なるほどね。うん、まあ、だから、僕の中でその性格というのであれば、そのまあ性格が良ければ、素直が良ければ、それが勝手に物事進むし、そのタイミングもそうだし、全部、ね、勝手に来るっていうことですけど、その、 やっぱり性格の定義の方が難しいなとはやっぱり思っていて。今日はな、だからいつもよりちょっと難しい、いつものなんか変なむず、なんかけの分からない話じゃなくて、今日はちょっと分かりやすい、分かりやすいというか、世の中の俗っぽい話でやってるから、面白いな、こういうのな。うん、そうですね。だから、まあ今までもそうやってんけど、うん、これからはますます性格のええ人じゃないと難しいと思うと。だから、そのみんなさ、うん、もうちょっと議論を重ねたいんだけどさ、その、 性格っていう人がいいよ、素直な人がいいよっていうだけで片付けるものではないと僕はもうう僕自身は思っていて、うん、そのなんだろうな、<れ>やっぱ思考的にその相手をどう思い合ってるかで正性格に出るのかなと思うんですけど、どう,思い,ますどういう意味、もう一回で。要は相手を思い合ってるというか、思いやるというか、性格がいいっていうのって、そのうーん。 なんか素直がいいってだけだとなんかすごい,ろいろ違和感が感じるんですよね、俺の中で。ふに落ちないんですよ。だろうどういう意味やどういう意味だもんね。なんだろう。そんなん、そんなんなそのい,くらいくら頑張って何をやったって、ああやったって、こうやったって、性格の悪いやつっおんのよひ。ちゃぶだひっくり返すやつって。うんまあ世の中で裏切るやつみたいな。うん要はなんとかな、情のない人ですよ。簡単に言うと。 もっと言うと、うん、まあ,あれな、あれ <laughs> そ,のそのちょっとこうねじ曲がった風の人っておんねんけど、うん、よ何もかも斜めから見,見てるような人っておんねんけど、うんうん、あれは多分自分自身をもそういうふうに見てると思うんですよ。自分自身のことはそんな愛してないと思うんですよ、好きじゃないというか。ああ、なるほどね。なんちょっとやんかな。<ー>自分自身を信じきれてないし。 自分自身のこと本当に好きじゃないし、みたいな、うん、こう、不安の中でおるような人らですああ、なるほどね。絶対的なものがないっていう感じですよ。うん、その言葉にできないんですよ、結局。言葉にできなくて。できないね。うん、何かこう、その、絶対的なるものを外に求めてる人とおんのよ、本当に。言葉にしにくいんやけどな。うんそれがどっちかというと、その、 揺らいいいでる人人っっててううかか自信のなだから他者へも攻撃するような人、陰湿な。うんうん、だから自分へもそういう攻撃してると思うんですよ、多分。うん。映し鏡やかなあれ <laughs> な、ね。なるほどね。たい外へ向かってる言動とか外へ向かってる行為みたいなもうち自分の内側の中の心が持ってる映し鏡なんですよ、外へ出てるの、はい、うん結局は鏡。鏡ですから。 なるほどね。ああ。そし,したら逆に言ってしまうと、そんな人たちって、自分をきちんと受け入れてないから、その、だってことなんですかね、うん、だから、その、受け入れる、うん、受け入れることを、うん、こう、うん、受け入れることを一旦横に置いといてみたいな。受け入れることをしないまま、そうなっていってる感じ あだから受け入れる、うん、本当に自分の本当,本当の心の思いってあるやんつらいことってさみんなえいことばっかりじゃないわけやからな、うんまあ、みんな持ってますからね、まあ、子供の時のトラウマとかいろいろあるわけですよ。うんうん できる人っていうのは。例えば、幼少期の時に親御さんにこんな目に、うん、こんな目に,あ目にあったというか、こういう育ち育て方されたから、それがトラウマになって、うーだ、こうだ、あーだみたいな。あ,ありますね。それは。それは話誰やろ誰でもあるんですよ。ないやつなんかおらんから。逆にないやつはびッグケしますね。そうですね。な、ね、いたいな、そんなもん。んね、あるんですよ。あるんやけど、例えば、それが両親やとしようか。あんだら、自分の、はい、家庭環境っていろいろあるやんか、みんな。ありますね。はい でもそれも、うん、まあ俺の場合なんて、まあ俺の場合もあるわけよ、そういうことはない、一応は。はい。でも、それを受け入れんまま、ずっと過ごしてる、大人になっても。なるほど,ど、なるほど。ねじ曲がったまんま、恨みのまんまというかな。うん、なあそれを覆い隠してる状態でやるから、そんなことになるんですよ。うん、だから、一回受け入れんなしゃあないですよつらかったことも、そのトラウマみたいな、うん、な。で、それを許すと。 うちの場合は親父もこれも死んでるから特に死んだ時点で許すと許すというまでおかしな話じゃねえけど極端に言ったらそういう感じですよそこがな易ですよ消化させると一回まあまあ許すっていうのはすごいなんかよく聞く話ですよねだから終わらせるってことですよ一旦ん引きずらないともう何でもそうじゃないですか引きずるやつおるでしょもう うん、なんか知らんけど、ずっと。そうね。うん、で、なんか、一応き、今は消えてるふうに見えるけど、なんかことがあると、また表に出てくるみたいな。うん、だから、一旦そこで終わらせると。はいうん、でしょうん。だから、覆 <coughs> い隠したまんまやり続けるから、そんなことになってる人って多いと思うと、もうぐちゃぐちゃになってしまってるって感じ。こんがらかってじゃあ、逆に言ってしまうと、性格よくするためにはその、全部、全部受け入れるっていう方が早いんですかね。 そうですよだから、まずは、まずは、うん、良かったことも、つらかったことも、問題あったことも、何もかも全部引き受けるんですよ、一回自分の,元自分の中で、ね。自の中で。うん、ね、ええっすかな、うん、で、それを消化させるということは、うん、まあ、しゃあないなと。うん、まあまあ、こんなこともあったけど、そううん、とはいえな。 生きてる自分がおるんやと、まだ。まだ命ある自分がおるんやと。もうそれだけで十分幸せですよと。はい、お父さん、お母さん、ありがとうございましたと。いうふうに消化させるわけですよ、もう。ええように捉えるんですよ、ええように。全部。そうでしょええように捉えたら、それで自分が次いけるじゃないですか。うん。だ次いけない状態のまんま何回やってるわけですよ、引きずって、そういう人らなるほどね。なるほどね。次いけないですよ、それ、絶対にやっぱ。次のステップにいけないってことね。 そういうことになるん違うか、うん、例えばな、例えば恋人みたいなやつとかな、うん、夫婦間みたいなやつでもそうやねんけど、うん、自信ない人ほど夫婦で足引っ張るんですよ。ちょっと言い方難しいんやけど。なるほどね。い。引っ張るんですよ。あねうん、要は、まあ、頼り、頼るというか、のしかかる、覆いかかるというか、のしかかるというか、なんて言ったんやんかななんて言ったんやんかな、あれ。 例えばね、例えば夫婦としようか夫婦にしましょう。自分自身に本当にやりたいことていうか、生きていく中でな、本当にやりたいことみたいなものがあって、それに輝いて輝るわけじゃないけど、やりたいことがあって、一直線にそれ頑張って、今を見つめてやってますと。夫婦で干渉し合わないんですよ、そういう人だったら。言い方悪いけど。そうなんですね。あなた に何、何、き日、遅くまで帰ってこないけどどうしてんのやつとか。あるやん、いろいろ。なるほど、なりますね。まあ、例えば今日、これ3日間ぐらいうちの奥さんどこか行ってるわけでしょ、これ。なんかセミナーか研修か、なんかイベントかようわからんけど。まあ、旦那さんによっちゃな、お前、どこ行って何してんねんとか、いろいろ結聞い人おるんすよ、やっぱ。そうですね、それはあるかもしれないですね。俺、あんまないのよ、それ。自分のやりたいことがあるから。 干渉はしないというわけじゃないけど、自然体なんですよ。自分とか要は自分がその無駄なことを引っ張り合わないで、好きなことをやっといてっていう、ね。いや、多分これ見てる人じゃあ、まあ、例えば女性の人やったら、多分ふん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 って言ってると思うぞ。俺今今歳<の>55歳かな7歳かなな 忘れるんですよ、愛ちゃんも忘れるよ,よ。50になったら忘れるから。みんな見てるって言ってると思う、まあ。そうそう、50代になったらもう分からなんのるいな。<laughs> じゃ本当分からへんの,あるのよ。40まではかすかに覚えてんねはね。50代になると、あれ、何歳やったっけみたいな。うんまあ、それやよ。でな、何だっけ、その例えばさっき言った奥さんがな、3日お家いませんと。はい。ねはい、だから、旦那さんがな、 お前どこ行って何してんねんとかなうん。そこ、何ちかは帰ってこいとか。夜は毎日連絡してくれとかなはいはいはい。なんかおるよ、そういう人。いや、おることじゃない。それはそんなええんやで。ええんやけど、度が過ぎると鬱陶しいなと思う人おると思うぞ。そっまあ、ばくじゃないけど、一日一日、そんなお前暇なんかみたいな。あなたはあなたでやりたいこと見つけてくださいよ、みたいなな。 確かに確かにあると思うぞ多分そういう人あ<ー>おると思うか,るかなるほどね、うん、あるんですねなるほどね、うん、だからこれも一応自立ってことなんですようん大人の関係っていう言い方はおかしいけどうんお互いがやりたいこと見つけてるからうまくいくわけでしょそう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 ううんうん、うんう片っぽやりたいことなくて暇でなお菓子食べながら韓国ドラマばっかり見とったらそんなこと,変なことになっていくんだんだんだん,だん妄想の中で生きてしまうからなうんうん <laughs> なんかあったやんあの妄想の映画。あれ何やったっけジョーカー、ジョーカー。うん、あんな感じになるわけ。なるほど、な,んなるただ何ちょって言うのか<あ>今日の話は。あ今日の話は、ね、結局、今日の話はあのテーマ戻すと、 いわゆる次元を上,がると上げると、m s a タミングが必然に出てきてるっていう、そのスピ的なものですけど、うん、だから、宇宙的なもんとか次元的なもんとかスピケー系みたいな話じゃなくて、うん、今日も結局同じ話やと、言ってるのは、うんうん。だから、それあの俗っぽく夫婦の中とか家族の中とか恋人関係みたいな落とし込んで話してるだけでな。うん、結局はその人が自立してるかどうかっていう話なんですよ、よ、うん、心の中。うん、そうね。うん、ですから だから、恋人であっても、夫婦関係であっても、果ては会社の社員であっても、その独立した別の人間ですよと、ちゃんと理解してるかってことですよ。特に夫婦なそうね。うん、そういうことでしょ、うん、相手のその尊厳認めるってことですからうん。だから、移動しないってことだよね。そうなんですよ。ね、そこだよね。ねだから、お前どこ行ってねえのかな、うん、夜遅くなったらなんか悪いことしとったりとかな。うん、<laughs> そういう話になるっていうのは、うん、あれは、 相手のこと心配してて言っるん違うすよ自分のことだ自分が不安やから言ってるんですよ。自分、だからそれっていわゆる自分がいわゆる優れた人じゃないっていう、優れたっていう言い方は語弊がありますけど、自分自身がないから、自分が不安になるのが怖いとかな。奥さんと別れん、何だな奥さんが別の人と出て行かれるの嫌やとかな。結局自分自身になってるんですよ、あれ。 か自分のベクトルにハンドルをやりすぎちゃってる部分が大きいかもしれないですよね、多分ねまあ、単純に言うと、俺はは、うん、っきり言うときは、それ単純に言うと、その現象は何で起こるのかってさっきも言ったように、暇やからです、その人が。<あー> <laughs> 暇やからそんなこと考えるのよ。ああ、なるほどね。暇ね、確かにね。そう、本当にやりたいことがないからですよ。あればそんなことにはならないですよ、絶対に。そこへ一生懸命なるんで。うん。変な、変な暇の隙間があるからおかしなことになるだけで話。だからやっぱりいつもの話と一緒で、熱中できる何かがあればそうならないんですよ。うん。確かに、確かに。ですから、例えばよっと思って、 その太平洋横断すると、うん、夢,夢っていうわけじゃないけどその目的っていうか持ってるとしよう,うか、うん、でそれで毎日備えてますみたいな,な準備してる時にはい、はい、<laughs> そんな隙間ないから大体、うん、そうですね、うん、だからそういうことですよ結局はそれが、うん、それがお互い人間関係の自立ですわやっぱこれもだから自立した者同士じゃないとどうにもこうにもならんのよ、うん、どっちかが乗っかか,っ,っかかるみたいな。 そういう話になってると思うけど、どうやるか、あいちゃん。いや、でも、熱中そ、確かに結局のところは、その、せすごい性格って言われたときに、不妊は落ちたなと思っていて、性格が良いとか、素直じゃなければ、いくらでも上に行けないし、そうしないと、人がいい人に集まってこないというか、そこは本当にその通りだよなっていうのは、すごく今日。 話を聞いてて思ってましたね。ただ、じゃあ、性格を要は良くさせるためにはどうするかがいいんだっていうのってなかなか定義されないじゃないですか。うん、要はい、あえて性,性格を良くしようなんていう講座もないし、勉強もないし、結局性格ってその人とデータで決めてることだけど、結局それもある意味素直なところがあって、素直にそれを受け入れて自分のベクトルでやってればいいんだなっていうのはすごく解釈がありま性格良くする、ね、教えたのか何でしょう、うん、じゃあ簡単やぞ。<laughs> はい、有料級の話行くぞ, <laughs> ど<う>ぞ <laughs> はいよくする話、はい、めちゃめちゃ簡単の方法やぞはいはいはい結局性格よく見られたいとか思わんことですまず一つ目 <laughs> そういうやつおんのよ結局性格ええか悪いかっみ周りが判断してると思い込んでるのもさうんええかな、うん、それやると永遠に性格ええ 自分が苦しむばっかりやからな。ななな。てか、周りがどう性格いいね悪いねと思ってるかをまず判断しないと。ここ一つ。ああ、なるほどね。これ一つ目やぞ。それが一つ目なのね。いくぞ、有料級。有料級だ二つ目は、私は性格いいんですと決めると。決めるんだ。決めるんです、今すぐえ、おもろいな。でだけですよ。 えー、毎日それを唱えるんですよ。自分のな。唱える。える俺は性格は変ええ <laughs> あ、そう唱える。あ、ほんなら性格がよくなくていい。あ、そうですか。はいはいはい。はい、そういうことです。えただけそんなそ,こそこですよ。あとは、まあ、補足な。3つ目補足やねんけど、さっき言ったように、受け入れるってことですよ。それは受け入れるのは。まあ 大事な気がするけどね。確かいや他人を受け入れるとか、そういう話じゃないんやろ。俺が言ってんのは自分自身を受けるでしょ。自分の過去、うん、過去を全部ひっくるめて受け入れるんですよ。うんうん、自分自身を要はなんだろうな。うん、僕から見ると、そのイメージ的なビジョンを出すのであれば、自分のものを受け受け。あの受け入れて、それをきちんと自分の箱にだの箱に入れるってこ事よね。うん、要はみんな全部を自分の今までを全部ひっくるめて引き受けるんですよ。うん 例えば、うん、頭はげてるとかな。うん。そうね、ん。は <laughs> げてるとかデブや。そうね。だよ。いや、全部,全部あ、ね。みんな、なんか、その器に嫌なものを入れたくならない人は多くないですか。なんか、自分の例えば、器があるのであれば、そういう。なんかあるじゃないですか。かでっかいこう器みたいなあるところに。 変なものを入れたくないから綺麗なものしか入れたくないって人って多くないですか,だからおかしくなるんすよ。じゃなくて、結局自分の器なんだからいろんなものを入れて。よく、うん、聞いてや。有料系行くぞ,ぞまた。またどうぞ。自分の中に綺麗なものだけを受け入れて自分の中に持ってる過去に持ってる自分の何もかも持ってるもんですよ。自分の中に、うん、あるもの。うん、このきれい汚いものを排除しようとするやろ自分で一生懸命。<laughs> そのままやり続けるやろ。 うん、そしたらさっきも言ったように映し鏡ですからなこの世の外に対しても綺麗なものしか受け付けなくなるんですよ、うん、綺麗事ごとっていうやつですわ世の中、うん、こうなるのよ、うん、これが性格悪いやつってなるだ、えー、分かる<ー>だから外じゃないんですよ自分の中なんですよ結局は、うん、<laughs> 簡単な話やろ、うん、簡単な話 全部いもう嫌だろうが何だろうが引き受けるわけよ、自分の中で。<laughs> <laughs> えだ例えばコンプレックスみたいな話があるでしょうかありますね。これも引き受けるんですよ、はいはい、全部そうねで。コンプレックスっていうのは自分で勝手にコンプレックスと思い込んでるだけですからね。あれまあ、そうね。 本当に自分が引き受けて自分自身を愛,愛するというか信じたときにはな、うん、それできたときには、うん、その自分が思い込んでるコンプレックスは世間から見るとなんかこの人すごい優しくていい人よねってなるんすよ。うん、こうなんのよ。うん、お不思議なんですよ。だから、うん、<laughs> からいいように変えるしか方法ないのよ、もう。うん、うん。有料化だぞ、これだいぶ。そうですね、だいぶね。<laughs> でも本当にそうだよね。<部>だいぶ有料級って、今うん、もね。私は性格がいい人ですと決めるんですよ、今。決めちゃうんだね。決めてしまうんですよ。決めてしまって、なおかつそれの、そうなんですね。だから、ね、何事も表裏一体ですからな。うん、表裏一体っていうのも、自分がこれは本当はよなんかコンプレックスで悪い悪いはないけど、悪く捉えてたもんも、うん 自分の中で消化してしまうと完全に許すと自分自身をな。うん、自分自身を許すということは消化するということですよ。受け入れたといことですから。そしたら外から見ると、すごい、なんていうかな、強くていい人に見えるんですよ。ああなるほど。強くて、なんていうかな、た、うん、くましい人に見えるんですよ。なるほど、ね。自分のコンプレックスもさらけ出すと。うんうん 自分のその自分のコンプレックスだと思ってたことも受け入れて消化したらさらけ出すわけですよ、外に今度は。でも笑ってるわけよ。私こんなんですから。ほんなら外から見るといい人になるんですよ。なんてこの人性格いいのみたいな。全ては自分の中に消介してそれで自分の中でうまく。だから隠すからなんですよ、結局は。 さっっき言ったよね隠そう隠そうとするから、うん、<laughs> だ,んだ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 んおかしな方うへ行くんですよ。満タンになってくるんですよ、もう満タン隠してた隠隠。隠してたエネルギーが満タンになって爆発するみたいな。そうですね今日だいぶええ話だぞ、これ、家からやってるけど。家 <laughs> じゃなければやんないんですか。<laughs> いや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 、今日はちょっとタバコ吸ってるからテンション上がってるから今日。 タバコ吸われた方がいいんじゃないですか。まあそういうことなんですよ。<laughs> うん。簡単やろいや分かりやすい。だからそれはそう自分をなんか受け入れればそれは上に上がりますわ。それは勝手に上がるよ。うん、だって、うん、勝手にみんなが引き上げるもんいやいやみ、みんながね、逆を言うか、みんなが引き上げんかってもどっちでもいいって話になるんです、最後はもう。なるほどね。自分が受け入れて、自分がハッピーですから、もうそ,れその時点で。 アイち、はい、ゃん、前のし違和感みたいなやつ違和感がない状態になってしまうすそうなると。ああ、違和感がなければ、それは好き進むだけですかふわって勝手に見進むだけなんで、うん。これもだから素直にあれっていう話になってんですかうんそういうことやろしかたないやろ、いろんな過去のこととか、子供の時とか、いろんなもんあるけど、しゃがないことやろ、これ。あしょうがないですそれは、うん、気になる話でしょうがし、しゃあないです いいろろろあるそれはそれはありますよもちろんん引き受けるしかないですよれはもうそれはもうなったものには必然ですからしょうがないですからねそれはね。でこれ引き受けて笑いに変えるんですよ。笑い話に。なっそうすると周りそうすると強い人間ってなるんですよ。この人何なんこの人みたいな。私はあんながいいわみたいな。 手段は何だっていいからね、確かにね。俺が、じゃあ、な、外界っていうか、外に向けてな、俺の過去はこうやったとかな、俺はこんな暗いことがあったとかな、こん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 な世の中は嫌だとかな、それ言っとったら、それ嫌なやつやろ、それ。そのやつと一緒に降りたいか嫌なやつ、嫌やろ、そんなやつ。そういうことなんですよ、結局。なるほどね。いや、勉強になりました。今日、本当にメガトン級のこと最後言ってきたな、とってびっくりしんですけど。 例外なく言うと、例外なく言うと性格が人ってな、例外なく間違いなく言えることはな、自分のことが好きやからな。そういう人って。全員そうだ、僕の知ってる人全員そうだ、みんな自分好きだわ。性格が人っていうのは自分のこと好きなんですよ。自分のこと好きですね、自分の存在が好きですね。そう、それだけの話ですよ。 うん、それが外に対応したときには外にそれが出てしまうってことですから。わかりやすいやろ。すんごいわかりやすい今のは。これだいぶ変なスピオレ映像これ。いやー、これはわかりやすいうに落ちますね。漏れなく、例外なくみんな自分のこと好きですよ、そういう人は。 確かに自分が好きだからこそだからそりゃ性格いいわな <laughs> 自分で自分のこと好きやのに外のやつ嫌いやってならへんから <laughs> ならないからやっぱり自分自身を好きになろうってことやろうか <laughs> いいんじゃないかなこれ別売れるんじゃないかなあれだよこれが一番なんですよあーあーなるほどね、うん、理屈的にそうだなそれの一番英霊が漫才師みたいなやつですなうん あれ漫才師で売れてるやつっていうのは、漏れなく自分のこと大好きやからな、あいつら。アカシアさんまとかな。自分のこと大好きみたいな大好きだから他人に対しても大好きなんだろうな。大好きなわけじゃないけど、そう出るんすよな、なんか知らんけど。うん,うん。それだけの話しちゃおうか多分。 だから自分が好きな感情とか、やりたい感情とか、ワクワクドキドキする感情とか、そういったものは出るんでしょうね。多分んねなんで、なんで漫才師でよ、その、なんちゅうかな、成功というかな、ロングセラーというか、長いこと、うん、その漫才師で居続けるみたいなな、うん、ことができるやつっていうのは、な,なんで自分のこと好きが言うたのか、うん、自分の変なとこも悪いところを笑いに変えるんですよ、あいつら。<ー>それするのは自分のことを受け入れたらできへんぞ、好きじゃなかったら。 確かに、自分が悪いところもいいところも全部悪いところそれをコンプレックスって言われるものをコンプレックスのままでおったら、そんな笑いなんかには絶対変えれんぞ。んあれを笑い飛ばせるっていうのがあれですからな、やっぱり、あのなんちゅうかな、その人の性格の差さっていうか、実力、人間性ですよ。器がでかいってことね。器がだまだ周りから見ると、器でかいって見えるんちゃうか、うそういう人。たぶその器がでかいと思いますよ。ただまあな、話にならんっていうのもあんねけどな、その人に相談しても、大したことないよって言われるから、毎回。 <laughs> 全部笑い飛ばされるから、まあまあ、<laughs> そんなもん大したことないと。<laughs> ほんだあなた大したことって何ですかやったら死ぬぐらい,ぐらいでしょみたいな。<laughs> 答えになってね今あった話ですけどね、本当にね。まあ、聞いてみ、そう言うたら、うん、全部大したことないって言われるよ。うん。悩みを抱聞いたことはあるんですね、逆にまっちゃんはそういう人たちにどうな。聞かれることがあるだけで聞くことはある。<laughs> <laughs> いや聞かれることはあるけど、 あるんだ大したことないって言うから話ならんこいつって帰っていくけどまあ人間の悩みなんてそもそも大したことじゃないんですよそもそも全部、うん、全部ね何にも大したことないです <laughs> 全部自分で解決できる問題ですよ。いやー、面白いな今日はあだックを抱いていい話になってます。今日ちょっとコメントくれるかわからないいいぞ、これ <laughs> みたいな。<laughs> あれこれ後半めっちゃいいコメントになりましたね。うん、これだけちょっと2週間、3週間切り抜いて、それだけやってもいいような。<laughs> ほんま。はい、今日もまあそんな感じでございます。はい、いや、あの、そういうことやと。だからもう俺の話は毎回ごとくあれやけど、 はい、単単純純化して話してて話シンプルに、うん、すごい単純今日の時今日は今日は余計に腑に落ちましたわ。うん。うん、複雑に何にもしてないからな。<laughs> <laughs> <laughs> 正確言い,いようになる。でも,<は>でもまあ、ね、まっちゃんといるとね、どん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 僕もね、こう。 いろいろと自分を解放していって上に行くとですね、やっぱ聞く話がどん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 レベルが高くなってくする。なんかだん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 頭のまっちゃんこ動画ずっと見続けてる人はなバカボンのパパみたいな。確かにね。にねもう何見てもこれでいいのだってなってくる。まあ、こ,れでこれでいいのだーみたいなこんなね。なってくるんすよ。だん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 。これでいいのだと。もう。もうね。今の自分を受け入れればいいですよ楽しね。すべてよしとなるんすよ。うん、うん もう今生きてることとか言うかな。今日の朝が完璧やと、これはと。<laughs> そうなるんすよ、ほんと、不思議と。ねえ、うん。今日朝起きだと、ね今まこれやってるでしょ、うん、今日も完璧だと。<laughs> もう毎週月曜日がこれだから、これが定例化になってますからね、個人的にね。ねそうなっていくんですよ。それが一番いいんですよ、やっぱ。そうでしょ そうですね。うん、ありまんなまあ、会社行くとき暗い顔にならないよ。<laughs> 確かに、そうですね。まあ、ょう、ましょう。はい。受け入れましょうと、全部。はい。全部受け入れましょうということで。はい。はい、ありがとうございます。まあ、今日も最後行くぞ。はい。素直になれいい。素直になはい,い。<laughs> もっと。<laughs> もっと素直になれ、もっと素直になれ、素直になったものがいいと。この番組のテーマは素直になれ,になれ。う <laughs> もう最近そうですね。もうあなたの人生素直になりなさいっていう番組ですね。テーマで、ね、それしか方法ないぞ。<laughs> ないですから人生変わるには素直になれ。以上です。はい、<laughs> はい。それでは今日もありがとうございました。はい。佐野。佐野さんどうもです。どうもです。失礼します。